バレーボールはネット越しにボールを打ち合う球技。1チーム6人で行われる。日本語や漢字圏では配球と訳されている。競技ではこの競技に使用する専用のボールのことを指す。ウィリアム・ジー・モーガンバレーボールは1895年バスケットボールに向かない子供、女性、高齢者も気軽に楽しめる室内スポーツとして アメリカ合衆国マサチューセッツ州ホリーオークの YMCA で当時25歳のアスレティックディレクターウィリアム・ジー・モーガンによって考案された。発症の日は特定されていないが元になったミントンが1895年の夏に YMCA キャンプ研修会で初めて紹介されていること。モーガンのホリーオーク着任が長男ルフスタンより 後とされていること、モーガンの堀り多への転任が報じられているのが1895年10月の YMCA 解放であること、積雪により、屋外で野球やフットボールがプレーできない、冬季向けのゲームとして考案されたことから、秋から冬と考えられる。当初の名称はミントネッテ。これは1895年、インドに派遣されていたマッコノーイによって紹介された、 ミントンに由来する。バスケットボールはその4年前に、同じマサチューセッツの20キロも離れていない位置で、作り出されたばかりだった。しかしバスケットボールは激しい動きや、身体接触が必要であり、また、突進、激闘、忍耐がもてはやされていた。モーガンが受け持っていた、ホリオーク IMCA ビジネスマンクラスには不向きであり、 何としてもレクリエーショナルタイプの大人数で気軽に楽しめるゲームが必要だった。バドミントンのほかテニスなどを参考にした。この頃のルールは非常に単純で、試合に集まった人たちを同じ数の2チームに分けて相手コートに返す、際の回数は決まっておらず、ボールを打ち合い、ボールを落とした方が負けというものであった。しかしながら、当初から得点が入るのは、 サーブ権がある時のみであり、バドミントンの影響が大きい。先日めて言えば、味方にパスが可能な、素手で行うミントンである。1896年7月、モーガンは、この新ゲームを、スプリングフィールドで開催された、YMCA 体育指導者会議の際に公開した。モーガンは当初このゲームを、ミントネット、ミントンもどきと名付けたが、後に、 ハルステッドの提案を受け、名称をバレーボールに改めた。バレーボールのバレーというのはテニスのボレーから来ている。1952年に現在のようにバレーボールと一語で表すようになった。ネットの高さは当初6フィート6インチだったが、1900年に7フィート6インチとなった。バレーボールは各地に点在する YMCA を通じてアメリカ全土に広まっていき、 1900年にカナダ、1906年にキューバに紹介された。また、YMCA の指導者により1910年にフィリピンに、1913年に中国に紹介された。1912年、アメリカでローテーションルールが導入された。バレーボールの歴史において最大無二のルール変更は1912年にフィリピンで導入された。 三回以内で相手コートに返球ルールであり、これによりバレーボールはレクリエーションから競技スポーツに進化した。このルールはアメリカでも1917年フィリピンに派遣されていたイブラウンにより提案され、1922年までには導入された。また、 今日はあらゆるチームが実施しているセットスパイク戦術は1916年にフィリピンで初めて実行された。史上最初の公式大会は1913年マニラで行われた東洋オリンピックにおいてであり16人制で行われフィリピンと中華民国が参加した。1922年アメリカで最初の公式大会 全米 YMCA 選手権が開催された。発明後27年も経っているのは、3回以内、返球ルールにより、バレーボールが初めて競技スポーツになったことを示している。この時には、人数は6人制、15点制、ネット高は8フィートとなっていた。第6回極東選手権競技大会での女子バレーボールの試合。帽子。 スカートタイツのユニフォームを着て屋外で開催されている。日本にバレーボールが紹介されたのは1913年のことで YMCA 体育主事の FH ブラウンによってもたらされた。YMCA の外部に広まったのは1917の極東選手権を多くの体育指導者が観戦したことによる。大会を見てきた指導者たちが主に女子を熱心に指導し、 1919年には最初の単独大会である兵庫県女子中等学校配球競技会が開催された。1921年には男子だけだが全日本配球選手権大会が開催された。極東選手権1917年には参加はしたが他競技と掛け持ちの選手ばかりであり、戦術にもおとり惨敗したことを受け男子は低調で、 1919は不参加。第5回1921は12人制で実施されたが、この時はバスケの選手が出発前に一度だけ指導を受けての形式的な参加だった。1923年の第6回極東選手権では日本はいまだにセットスパイク戦術を実施しておらず男子は惨敗したが、 エキシビジョンの女子の部で日本の姫路工場が優勝し女子バレーボールの普及に多大な影響を与え各地で女子バレーボール大会が開催されていく1925年の明治神宮競技大会からは9人制となり1927年からは極東選手権も9人制となった日本では1930年からサイドアウト制が廃止されラリーポイント制が 投入された。極東選手権でも1934年にラリーポイント制となったが満州国加盟問題で紛糾し極東選手権はこの1934年第10回大会をもって廃止となった。ヨーロッパにバレーボールが紹介されたのは1920年頃で第一次世界大戦で投降したアメリカ軍兵士によってフランスからイタリア チェコスロバキア、ポーランド、ソビエト連邦へと普及していった。この頃にはチームの人数も6人と決まっており、すでに現在の6人制バレーボールに近いものが出来上がっていた。ソビエトでは1925年にロシア共産党の中央委員会が100万人のバレーボールのスローガンを掲げてソ連バレーボール協会を設立し、本格的に バレーボールの発展に取り組んだ。バレーボールは世界各国の YMCA を通じて国際的に普及し、1924年パリ五輪ではアメリカのスポーツとして紹介された。1947年には国際バレーボール連盟が結成され、アメリカ式のルールを修正し、国際ルールが出来上がった。1949年に第一回バレーボール世界選手権が チェコスロバキアで行われた。日本が国際バレーボール連盟に加盟したのは1951年であった。当時、日本のバレーボールの主流は9人制であり、国際試合で使われる6人制バレーボールはまだよく知られていなかった。1950年代に入ると、東欧諸国ではソビエトの高さとパワーに対抗するために技術開発が進められるようになった。 特にチェコスロバキアは次々と新しい技術の開発に着手し、速攻、フェイント、ブロックアウトなどの戦術を編み出した。1952年、女子の第1回バレーボール世界選手権がソビエトで行われた。1957年、日本で国内初の6人制選手権開催。その後も9人制極東ルールが主流であり、 全日本総合選手権においても1958年6人制が導入されるが9人制との併用が続く。1960年ブラジルで開催された世界選手権に日本男女が初参加。女子2位、男子8位。1961年日本男女チーム欧州遠征女子チームはソ連戦を含めて22連勝し、 レニングラードの現地市で東洋の魔女と呼ばれる。1962年、都市大港、国体、全日本インカレが9人制を廃止、6人制に切り替え。翌年からインターハイも切り替え。世界選手権で日本女子が優勝。国民的英雄になる。翌年、大松監督、俺について来い。出版。 1964年東京五輪からバレーボールが正式種目に加わった。コンビネーションバレーが確立されたのはこの頃からで、回転レシーブ、時間差攻撃など、日本独特の技術が編み出された。日本では協調性を養うスポーツとして、中学校でも行われたりする。6人制のルールは、国際バレーボール連盟が、9人制のルールは、日本バレーボール協会が定めている。 ここでは6人制のルールについて記述する。日本では、小学生は1セット21点で行われ、中高生は1セット25点で行われている。なお春高、国体の準決勝以上、インターハイ決勝、春高と道府県予選決勝のほとんど、インターハイ予選決勝の一部は、ルール通り5セットマッチ。長編18メートル。 短編9メートルの長方形のラインが引かれたコートを用いる。その中央にはコートを2分する形で、幅1メートル、長さ約10メートルのネットが張られている。ネットの高さは、男子が2.43メートル、女子が2.24メートルと定められている。ネットから、それぞれ3メートルには、アタックラインと呼ばれるラインがある。日本の高校バレーの都道府県大会では、 男子2.40メートル、女子2.20メートルである。1989年までは、全国大会でも同様であった。これは9人制の名残である。コートの外には3メートル以上の空間、天井までの高さは7メートル以上が必要とされる。国際バレーボール連盟及び日本バレーボール協会主催の競技会では、フリーゾーンは最小限サイドラインから5メートル。 エンドラインから6.5メートル、天井の高さは12.5メートル必要と定められている。また、最低気温や照度なども規定がある。ジャージ、パンツ、ソックスはリベロ以外の全員が揃っていることが条件。リベロプレイヤーは対照的な色のユニフォームでないといけない。ユニフォームのナンバーは1から20番を原則としているが、 やむを得ない事情があれば、1から99番まで使用することができる。数字の大きさは、胸部が15センチ以上、背部は20センチ以上、自腹は2センチ以上でなければならない。チームキャプテンは、胸のナンバーの下に、長さ8センチ、幅2センチのマークをつける。1チームは、6人、以上12人以内のプレイヤー。 監督一人、アシスタントコーチ最大二人、チームセラピスト一人、医師一人で構成される。前衛、後衛それぞれ三人、計六人で競技を行う。プレイヤーのうち二人をリベロプレイヤーとして登録することができる。ただし、国内大会の競技要項により、部長、マネージャーなどがベンチスタッフとして認められることがある。現在、全国大会や、 それに準じる大会では、監督を含むベンチスタッフを置くには、コーチや指導者としての公認資格の有資格者がいることを条件としている。国際バレーボール連盟及び日本バレーボール協会主催のシニア協議会においては、最大14名のプレイヤーで構成できる。この場合は必ずリベロを2人登録する必要があるが、 V リーグは2018、19シーズンからリベロ一人でも可能となっている。キャプテンキャプテンマークリベロを除く上機プレイヤーのうち1名がチームキャプテンとなり試合中コート内でプレーしている間はゲームキャプテンとして行動する。チームキャプテンがコート外にいるときはコート上の他のプレイヤーがゲームキャプテンとなる。ゲームキャプテンは試合中断中の時 競技規則の適用などについて審判員に説明を求めることができる。ゲームキャプテンは監督不在の時、タイムアウトや選手交代の権限が与えられる。各チームは1回につき30秒間のタイムアウトを取ることができる。各チームはこの間に作戦を練ったり、選手を休憩させたりしている。タイムアウトの回数制限は両チームとも各セット2回ずつで、 たとえ使わなくても、次のセットに持ち越すことはできない。また、国際試合などでは、第5セット以外に、両チームのうち、8点と16点を選手した場合、自動的にプレーが止まる。これを、テクニカルタイムアウトという。テクニカルタイムアウトの休憩時間は60秒間であり、このルールが適用される大会では、第5セット以外の各セットに、最低2回プレーが止まる。 チームはネットを越えてボールを返すために最大で3回ボールに触れることができる。1人の競技者は連続してボールに触れることができない。ただし6人制の場合正当なブロックは1回として数えない。またチームの最初のヒットでは1つの動作中であればボールは体の様々な部分に連続した接触しても良い。よって レシーブの際には、基本的には、ダブルコンタクトは取られない。現行のルールではボールを返す際に、体の、どの部位を用いても良い。これらは、審判による、主観的な判定を排止、プレーの連続性を重視するためである。ローテーション各プレイヤーはそれぞれ次に示すポジションに、つく。後衛のプレイヤーは、ネット際でのスパイクやブロックを禁止されるなど、 ポジションに応じてプレイに制限がある。ポジションはサーブ権を獲得するごとに時計回りに入れ替わり、新たにバックライトにつくことになったプレイヤーがサーブを打つ。ローテーションの順序は、バックライト、バックセンター、バックレフト、フロントレフト、フロントセンター、フロントライトの順。また、 後衛のプレイヤーと何度でも入れ替わることができる選手、リベロプレイヤーを置くことができる。リベロプレイヤーは、後衛のプレイヤーと交代して、コートに入り、ローテーションが進行して前衛に回る前に、元のプレイヤーと交代して、ゲームを離れる。リベロプレイヤーの入れ替えは、ラリー中以外の時に特にゲームを中断せずに、行われる。リベロプレイヤーには、 公営に課せられるプレイ上の制限に加えてフロントゾーンでのトスやネットよりも髪型でボールに触れて相手コートに返球することも禁止されるリベロプレイヤーは他のプレイヤーと異なる色のユニフォームを着用する相手チームのサービスしたボールがネット上端より完全に高くフロントゾーンにある時に選手がアタックヒットを完了した時 九人制は主にママさんバレエとして日本では行われているが世界的には普及しておらず国際試合は六人制で行われている九人制では六人制と比較して次のような違いがある敵チームを欺きブロックを外して得点を決めるためにバレーボールでは様々な戦術が用いられているこれらの戦術は 得点が入り次ぎのプレーが始まるまでの間に決められ、サインによって伝達される。多くの場合、セッターが司令塔を務める。戦術がうまくいけば、得点につながりやすい。しかし、戦術を実行するためには、レシーブしたボールがうまくセッターのところに行くことが大事で、ここを崩されると戦術通りの攻撃は実行できなくなる。 相手から帰ってきたボールをいかにうまく処理するかが攻撃の成功の鍵を握る。考案された当時はボールを落とさないようにネット越しに打ち合う以外には特にルールはなく返球までの回数も無制限だった。元になったミントンを踏襲しサイドアウト制が採用されこれは極東を除き1998年まで続いた。ネット校は 当初6フィート6インチが1900年に7フィート6インチに引き上げられた。1910年頃に日本に伝えられた時には4人4人の16人21点制で行われており、1913年の東洋オリンピックその後の極東選手権大会も同様であった。日本独自のルールとして12人制の後9人制が普及した。 これは日本の提案で1923年、1927年に極東選手権にも取り入れられた。アメリカでは1922年までには6人制、15点制、ネット高244センチメートルとなっていた。1930年に日本で導入されたラリーポイント制は1934年の極東選手権でも採用された。 バレーボール史上唯一最大のルール変更は1912年フィリピンで導入された3回以内返球ルールでありこれによりレクリエーションとして考案されたバレーボールは全く別のものに競技スポーツに進化したこのルールはアメリカでもフィリピンに派遣されていたイ、e、ーブラウンの提案により1922年までには導入されたこのルールの導入により 初めて公式大会が開催されるようになった。極東では、ネットの高さは、初めから230センチメートルであった。女子はほとんど不明だが1931年時点の、日本では200センチメートルだった。国際大会と無縁となった日本では1941年、ネット高は225センチメートルに引き下げられた。 1955年から1962年まで行われたアジア選手権の極東ルールゲームにおいては 230cm で行われた。国際バレーボール連盟では1947年に6人制の国際ルールを制定した。FIVB 主催の大会における主なルール改正としては以下のものが挙げられる。従来はオリンピックのたびに4年ごとのルール変更だったが、 1994年からは変更頻度が上がった。サーブスパイクサーブアンダーハンドパスブロックウォーター、バレーボール他にもインディアカはネットを介したラリー競技で素手で行うノーバウンドルールという共通点がある。羽のついたボールを使用し、4人制など相違点もある。2015年、岩手県志和町に日本初のバレーボール専用体育館ができた。 ありがとうございます。